しかしうまいですね。得意のフロントジョーカー、サードだ、キロチキを狙いに行く、やはりこれを持っています。これはうまかったですね。リフトアップしてテイクダウンして、そこから抑え込めに行かずにこの直っていう、あと相手が立ち上がろうとしたところですね。そうですか、これ入ってます、入ってますか、入ってます、入ってます、はい、これ決まるかもしれませんね。得意のギロチン狙ってきた、これ相当苦しいんじゃないですかね。ただ得意技ギロチン、さあどうでしょうか。北田の上半身がエプロンサイド入ってるか、どうだ、あー、ちょっと、あ、場外に転落です。これはちょっといけませんね。北田が後頭部打ちましたね。後頭部打ちましたかね、はい、先に金原がリングに戻りました。そうですね、やっぱり下になってたのが北田選手でしたからね。おそらく金原選手の体重をまともに頭に乗っかった感じですかね。かなり今勢いよく落ちましたね。そうですね、しかもフロントチョークで両手固まってたのでゲームも取れなかったと思うんですよね。これ明らかにちょっとあれですね、金原選手濃いですね。これは濃いと見なされてもおかしくないですね。金原が押した形になりましたので、そうですね、押し込んだらやっぱり、これレフリーが注意を与えています。そしてこちら北田、まだ立ち上がることができません。しかし熊久保さん、はい、リングの問題点の一つでもありますよね。まあ、そうですね、落ちてしまうというのもあるんですけど、プラスしてサブがあれいると思うんですけど、ジャッジ並がちょっと抑えてほしかったなというのがありますよね。近くにいたと思うので、はい、セコンドは手出せないですからね。セコンドが手出したら負けですから。試合がストップですか。試合続行不可能ですね。北川が立てないようです。ただいまの選手に失礼いたします。北川選手が技を仕掛けている最中に、金原選手が場外に押し出したというふうに審判が判断しました。北川選手頭から床に落ちておりますので、ドクターの方の検診もあり、試合続行は不可能な状態です。北川選手の方が落ちてしまったのでしっかり判断しました。これは監督裁定、北川選手の監督役を差し上げます。反則裁定が下されました。結果北田俊明反則勝ちとなりました。1ラウンド1分37秒。これはもうしょうがないですね。金田選手濃いんじゃないかもしれないですけども、見た目的にはね、濃いのとしても見えてしまったのでしょうがないですね、はい、しかしちょっと後味は良くない。そうですね、北田得意のギロチン、金原場外に押し出して落ちる。金原はすぐリング内に戻ったが、北田はダメージがあるようで戻ってこれない。タイムストップ。北田が頭から落ちたとのことで試合続行不能。北田の反則勝ちという裁定に、たまたま北田が落下のダメージで続行不能になったが、あれでダメージがなかったらそのままブレイクで再開というのは問題では。仮に反則でイエローカードの場合でも1本負けをしのげることになるわけで、やったもの勝ちになってしまう。